皆さん、こんにちは、キャゼンです。大家好，我是小刘老师。今日は結果報告勉強しましょうか。今天我们来学习结果补语。結果報告は動詞の後について動作の結果を説明して補充するものです。结果补语接在动词的后面，补充说明动作的结果。では次の内容見ましょうか。我吃完饭了。私はご飯を食べ終わりました。我看完书了。私は本を読み終わりました。この完は結果報告として、動詞の看と知の後について動作の完了を表します。吃完食べ終わる。看完読み終わる。跟着我再念一遍好吗？我看完书了。我吃完饭了。怎么样？大家学会了吗？今天的课就上到这儿，咱们下次见。